はい、酒好きな俺の一種動画始めていきたいと思います。今回は一番搾りの、取れたてホップの2013年バージョンです。キリン一番搾り、アルコール度数 5%、岩手県なんとかの産、縁の産、遠野産。この商品1本につき1円が東北の農業の震災復興支援策に活用されます。と書いてあります。岩手県。岩手県か。岩手県ってことは、福島に結構近いので、なんか怪しげな気がするんです。まあいいか、乾杯。うん。一番搾りも久々に飲んだな。うん。もうね、寒いです。ストーブつけてるんですけど。いや、いいね。ストーブ、あったかいところで飲むビールもうまいわ。うん、やっぱり一番搾りは、コクが全然ないねと。コクが全くないなと。うん。まあ、だからこそ、ちょっとね、この、なんていうか、ドライな。うん。まあ、割と香りは華やかなんですけど、コクが全くない。ので、まあ、飲み飽きしないっていうのが一番あれかね。まあ、喉乾いた時にいいかな。まあ、夏ですかね。うん。でも、これ飲むんだったらラガービールだな。絶対。絶対。せめて一番搾りスタウトでしょ。うん。まあ普通にうまいっちゃうまいけど、うん、まあ、うん、スーパードライよかドライなのは間違いない。むしろスーパードライの方が甘いもん。甘さあるよね、スーパードライは。コクもあるし。やっぱまあ、一番なんか、そこまで苦味もないし。まあでも割とある方かな。でもやっぱラガーの方が美味しいですね。
まあでもキリンはキリンでほら、ね、この一番搾りとラガービールの二種類、このあれがあるからね。まあそれで、まあ、結構、まあ違いますからね。味がね。うん。まあ、でもキリンはまあ、すごい、個人的には好きですけどね。ハートランドもあるしね。そして伝説のブラウンマイスターもあるしね。これも飲みたいな、ブラウンマイスター。これうまいんだよな、何度も言うけど。で、ギネスもあるしね。うん。で、炭切りもあるしね。もう多分個人的にはもう、うん、最強のビール会社ですね。個人的に。あくまでも個人的に。うん。でもまあ、ね、ウイスキーもちゃんとハーパーあるし、フォアローゼスあるし、あとは、富士山麓、そしてボストンクラブ。こんなもんすかね。うん。美味しいの揃ってますね。フォアローゼスも飲みたくなってきたな。これはあれだな、三つ星だな。ですね。うん。それではご視聴ありがとうございました。